すごいね、お猿さん。怖い。ちょっと通るよ。ふんです。今日は奥多摩湖の五川内ダムに来てます。ここから御前山に登山をしていきたいと思います。紅葉が少し始まってますかね。とても楽しみです。それでは出発します。こちらの名称は五川内ダムではなく小河内ダムだったんですね。小河内ダムの展望塔が210メートル先にあるそうですね。10時からなんで今度行ってみたいなと思います。こちらが小河内ダムの展望塔のようです。それでは御前山に向けて頑張っていきましょう。スタートは階段ですね。御前山はこちらなんですけれども、ちょっと頂上広場を覗いてから御前山登っていこうと思います。頂上広場からの奥多摩湖です。綺麗。それでは御前山に向かっていきましょう。頂上広場から戻ってきました。それでは御前山向けて頑張って登っていきましょう。結構急ですね。風が強い。今日は天気はいいんですけど風が強い。わあ、今日風がそこそこの急登が続きますね。結構急ですよね。まだまだ序盤なんで頑張らないといけないですね。はい、半分紅葉してる感じですかね。綺麗です。さすさは山到着です。940メートルです。超絶景です。わあ、やっほー。それでは総岳山向けて出発します。ここの辺りは倒木とかがすごいですね。荒れてます。道もなんだかよくわかりません。先ほどと違って風が優しくなったんで気持ちいいです。なんかさっきはすごい木枯らしみたいな感じだったんだけど、今は気持ちいいハイキングができてます。総岳山まで結構急登なんですね。頑張らないと。半分紅葉してる感じでいいですね。あー、気持ちいい。木に箱がありますが、鳥さんの箱なんですかね、それともなんか測定でもしてんのかな、なんだろう、ね、なんでしょう。よいしょ。すごいですね、この辺なんか大きな岩がボンボーンとあります。よいしょ。うわ、真っ黄色だ。はあ、綺麗。よいしょ。総岳山到着しました。 1348.5 メートルです。今日はトップバリューのミネラルで栄養補給します。それでは御前山600メートルですね。あともうちょっとです。御前山まで400メートルですね。富士山がとても綺麗です。あ、
とお猿さんが見えますか。猿がお猿さんの大群がここら辺いっぱいいます。あまりね、お猿さんのゾーンに入って怒らせちゃいけないから。うわー、子猿もいる。赤ちゃんだ。赤ちゃんもいますね。お猿さんすごいんだ、ここら辺。なんかガサガサ音するのはお猿さんだったんですね。びっくり。すごいよ、お猿さん。怖い、そこ通れないじゃん。怖くて通れないよ。そうそうそう、お猿さん買い戻って。おお、すごいね。すごいわ。え、上にもいた。あとあっちにもいた。すごいね、お猿さん。怖い、ちょっと通るよ。怖い、ごめんね。皆さん、ありがとう、通らせてくれて。怖かった。ちょうど道の真ん中の木の枝のとこにいたんで、ちょうどお昼の時間だからご飯だったんですね、きっと。お昼ご飯だったんだ。ごめんね、通れてよかった。怖かった。御前山到着しました。最高です。今日のおやつはプロテインのストロベリー味です。それでは御前山を出発したいと思います。避難小屋の方に向かっていきます。こちらが御前山の避難小屋のようです。避難小屋があると雷の時とか突然の何かの時に便利ですよね。中はこのようになってるようです。何か突然の災害の時など使用できていいと思います。こちらも素晴らしいです。この落ち葉の中を歩いてる感じは秋って感じしますよね。奥多摩駅方面に向かっていきます。奥多摩駅方面に向かいます。ここからは林道となります。今日は奥多摩湖から御前山を歩いてきました。まずは奥多摩湖から札沢山ですね。あちらでは奥多摩湖もとても綺麗で癒されましたね。なんかテンション上がっちゃいましたね、あちらでは。次に向かったのが総岳山ですね。紅葉が綺麗でしたね。眺望はちょっと木々に囲まれてあまり見れないという感じでしたけど、紅葉がとても綺麗でした。栄養補給をして、それで向かったのが御前山ですね。御前山の手前に富士山がとても見える、綺麗に見えるところがあって、もうかっこよかったですよね。雪化粧してて、もうやっぱり富士山ってかっこいいなって惚れ惚れしちゃいました。それでそこを見てる最中になんかざわざわなんか動くものがあるなと思ったら、お猿さんたちの軍団があそこに住んでるんですね。お猿さんたちが、お猿の山なんですね、御前山って。木の枝にお猿さんがぶら下がってて、ちょっと通るの怖かったんですけど、行けてよかったです。それで御前山、あの絶景ですね。
あれは素晴らしいです。皆さんハイカーの方もたくさんいらっしゃいました。やはり人気の山ですね。おやつを食べてそれでこちら下山してるという感じですね。御前山はまあ総岳山までの急登頑張ればあとはそこまで急なところがないんで、眺望が絶景が見れるんで頑張ってという山ですね。まあ、総岳山までの急登はしょうがないので頑張って頑張って一生懸命頑張って登った暁には富士山が見えたり頂上での展望が素晴らしいのでとてもいい山でした。また楽しい山歩きをしていきたいなと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。